パベルバニャは、ブルガリア中南部のスタラザゴラ州のカロフェールと、火山落の間に位置する町である。同盟の基礎自治体の行政の中心地である。2009年12月時点で、人口は2918人である。地域では、光線が多くて、ブルガリア人の間で有名である。パベルバニャは、火山落から約 24km 離れ、コプリンカ貯水池に近接する。 中央ブルガリアのバルカン山脈とスレドナゴラ山脈の狭間にあるバラの谷に位置し、ドゥンジャ川の南岸にある。パベルバニャは、ブルガリアがオスマン帝国の支配から解放された後、トゥリアという隣の村からの移住者によって設立された、かなり新しい町である。新しく設立された村パベルに移住したのは、トゥリア出身の約10種族であったとされている。地域で発見され、 国宝とみなされていた光線のおかげ、村はだんだん拡大し、休憩施設がいくつか設立された。1978年11月10日から、当時ブルガリア人民共和国の政府に、町として公認された。町名は、聖パウロや、ブルガリアをオスマン統治から解放したロシア帝国の皇帝、アレクサンドル2世の第六王子バーベルアレクサンドロビチの名前に由来する。 説がある。バニアというブルガリア語は、風呂場を意味して、光線が存在する地域に位置する街の名前につけることが多い。ありがとうございます。